あの町、この町、小野の,の小町。町づくりラジオ。時刻は午後七時になりました。町づくりラジオの時間でございます。ええー、喋り手は私、新垣と申します。 はい、あの音楽はビーズが大好きなので、お、えー、BGM に太陽の小町エンジェルが流れておりますよね。僕はビーズが大好きですよ。皆さんはどんな曲が好きでございますかね。あの先ほどあの夕方6時からラジオをやっていたバーブローの中里さんもビーズがね大好きなのでねこの前ビーズの話でね盛り上がったんですけども。 ね、皆さんどんな曲が好きかなねバーブローねあのお店がリニューアル来週リニューアルオープンするということでね天井も高くなるというお話をしてたのでね楽しみですね皆さん天井も高くなって開放感開放感があるような空間でね,ね楽しそうですね,ね皆さんはどんなねどんな3月でございますかねえ ね、えー、っと、えー、早速あのー、ねリスナーからコメントいただいております、えー、ラジオネーム沖縄もんちちさんからコメントで「えー、こんばんちゃんお久しぶりさん」ってコメントいただきましたね「沖縄もんちッさん沖縄もんちちさんこんばんは!ね」ねお久しぶりですね」ねねっもんちちさんお久しぶり!」ねそして、えー、っとラジオネームルドルフさんからコメントで「 はいさいこんばんはですアレカッキーさん演奏さん今日もよろしくです」とコメントいただきまして、ね、ルトロスさん,ん、ねえっと、さんから「サクサクさんがゲストですか?」とあるんですけどもサクサクさんは今日はゲストではないんですけどもサクサクさんは今日ね、えっと、SPC さんのライブがあるということで今日は SPC さんのライブにサクサクさんはあのチャーターの方に行ってるようなのでね。 サクサクさんはゲストではないので僕一人でちょっとお話していくんですけどもね。というわけでね、えー、のこの番組は「まちづくりラジオ」と申しましてさまざまな市町村の話題をお届けする番組ではあるんですけども、えー、と今日のまちの話題はちょっとあのお堅いお話で今日はあの市議会市議会ですねあのあの皆様の、えー、と有権者の投票で選ばれた議員さんたちがあの、えー、と会議をする市議会。 今日は市議会のことについてちょっとお話しするのでちょっとお堅い話になる,なるんですけどもねちょっとお堅い話ですね,ね僕のちんもお,お堅いんですけどもね,ねあの今ちょっと下ネタ挟みましたけどもね、えー、下ネタはダメよ、ね、というわけでねこの番組は「ま鎮塚ラジオ」と申しまして皆様の、ねえー、とご意見やご,ご感想や、えー、と今言った下ネタの苦情など下ネタの苦情などの、えーとね、メールの宛先はですね えー、メールの宛先は76「761−FMKOZA.JP」76「761−FMKOZA.JP」までよろしくお願いしますよ。ということでではここで一旦 CM です。 「チャンちゃかチャカチャかチャンチャンチャンちゃんチャカチャカチャンチャンちゃんちゃんチャカチャカチャかちゃかちゃんちゃんちゃンちゃン」「カチャンチャンチャチャン」「あれか昨日1分トーキング」「僕のね好きな四字熟語は勇猛果敢そして僕の「 好きな四字熟女は天はいえー、というわけであのあのね「僕の好きな四字熟女は天海祐希」というねあの変な一発変なことを言ったんですけどもねはいあ CM のムは僕が変なことを言うコーナーでしたのではい、変なこと言ったんですけどもね。 というわけで、えー、皆さんこんばんばは、えー、この番組は「まちづくりラジオ」と申しましてまち、えー、のさまざまな話題をお届けする番組でございますよ、ねえーっと。ラジオネーム沖縄モンチッチさんからコメントで「あれガッキーさん日焼けしました?」とコメントをいただいたんですけどもそうですね最近よく言われるんですけども日焼けしたのってね最近よく言われるんですけども日焼けはですね多分あの僕あの通勤に 通勤に片道1時間ずっと車乗っているのであの最近、ね、最近あの日があの日が長いじゃないですか、日が長いので片道1時間往復2時間ずっと車で乗っているので多分ね車に乗っている時間が長いから多分その日焼けですね,ね。そして、えっと、ラジオネーム、まさみさんから,んからこんばんはとコメントいただきました。さんこんばんこばは まっさみさんこんばんは、ねねま、さみさんこんばんここばばははねお元気かなねで、えー、っとラジオネームルドルフィさんから天海さんはもう塾上ってきてますけどもねまあ天海さん綺麗ですから確かに塾上とは言えないという価値観の人もいるかと思いますけどもでも年齢,み年齢確認したら50歳だったようなのでね天海祐希さんね,ね50歳なようですよ。ね僕 で沖縄持ちさんからガッキーさん、熟女好きでしたかって天海さん、確かに色っぽいですもんねってコメントあるんですけどもそうですね、僕は、ね、年上大好きなので年上大好きなのでね、年上大好きなのでだから僕はあの、アメトークでも熟女大好き芸人とかやってたと思うんですけども、あれに賛同するポイントがた、ね、共感するポイントがありまして、ね、あの年上好きな 価値観の人間にとってはねあの自分の彼女とか奥さんとかがどんどん年取るのが逆に楽しみなんですよ、ね、僕も奥さん自分の奥さんが、ね、どんどん年をあと10年20年年を取っても逆に「おおどんどん綺麗になるんじゃねえの?」って天海祐希さんぐらい綺麗な女性にどんどんなるんじゃねえのって、ね、思うので楽しみなんですね。でというわけでね まあ今日の町の話題はですねえー、っとえー、っとね、えー、市議会今日の町の話題は市議会あのね議員さんとかですね皆様の選挙で選ばれた議員さんたちが会議する議会の議事録についてお話ししますよ議事録ねえー、っとなぜ議事録についてお話しをするかというと結論から言うと皆様選挙で選ばれた議員さんたちのがどのように仕事であの えと議会の場でどんな発言をしているかの議事録あの、おそらくあまり見たことない方の方が多いと思うので、皆さん、あの一度は一度と言わず、何度か見た方がいいですよと、ね、という説明のもとを今日は紹介させていただきますよ、結論から言うと、皆様、皆様が選挙で選んだ議員さんたちの議事録を目通した方がいいですよと、結論から言うときょうのね。 ね、していきますね,ねなぜかというとですね、えーっとまあ、簡単に言うと、えー、っと,とんでもないとんでもない質問議,議会の場でとんでもない質問とかをする議員さんとかもいるのでこいつ大丈夫かと思うほど選挙で選ばれた議員さんがちょっとねあの大丈夫かって言う人もいるので。 例えばですね沖縄県議会だと沖沖縄県議会沖縄県県議議会会の議事録をちょっと過去のを見ていましたらね小永県知事に対してちょっとプライベートの小長県知事本人のプライベートだったらいいんですけども、ね、選挙で選ばれて,おいてだからプライベートが変なことしたらあれなので小永知事本人のプライベート突っ込んではいいと思うんですけども過去の県議会の議事録で,ですねあの議会の場で小永県知事の娘さんのプライベートを 議議会の場でで質問したた員さんんもいたんですね尾長知事のどういう質問をしたかというと「尾長県知事の娘さんは中国人と結婚しているという噂があるけどそれは本当ですか?」というこの質問をした議員さんがいたんですね県議県会議員で。ね議会の場で県知事の娘はね中国人と結婚しているという噂は本当なのかという質問を議会の場でしているので。 これは結構新聞沙汰にもなってねえあのえこの FM 小座のあのラジオ番組「捕獲問わず」のお二人もさすがにこの質問はないだろうってさすがにあのねあの県知事本人じゃなくて娘さんのプライバシーね中国人の娘と結婚してるのは本当ですかってさすがにそれはねねえだだと思うんですこのようにですね でちなみにその県会議員さんは、ね、その質問を、えー、やったあと数年後かの人気切,、えー、切れでもう次は立候補してないんですけども、ね、次は立候補してないんですけども、ね、そんなこともあるんですけどもそのほかにです、ね、あの市町村の議員さん えっと市町村の議員さんだと確認僕が確認したところですねこんな答弁をする人もいたんですね。例えばあの皆様ねあラジオネームむっちゃんさんからもえこんばんはとコメント来てむっちゃんさんからは当選して答弁しない人もいますよねとね来てますしねそうですねラジオネームむっちゃんさんのように当選してね大した答弁をしないままね時間だけね過ぎていく人もいるんですねそ。そんな感じで大した答弁を しないい人もいるんですよねこれを紹介しますと,、えー、っと例えば皆さんあの市議会議員に当選してもし図書館に関するあの質問を議会の場で図書館に関する質問をあの市長に対して何か突っ込む時皆さん,どん皆さんだったらどんなふうな質問を市長に対してしますか皆様が議員になったとして皆様が議員さんになったとして図書館に関する何か 図書館を活性化するためのなんか案としてし、えー、っと市議会の場で何を市長に対して質問したり何か言いますかね図書館ね,ね皆様は図書館をどう活性化とかいろいろ考えると思うんですけども僕だったらもし僕だったら図書館を活性するための案として僕は市長にこれを言いますねえー、っと,、えー、っと図書館はえー、っと 文字の記録のみならずあの CD や DVD など、ね、そういった CD や DVD などの、えー、記録も図書館の財産でありましてそ,、えー、それを踏まえた上であの F M 小沖縄市でいうと FM 小ザや沖縄ラジさんなどであの放送されている番組でも沖縄市に関する有益な情報を言葉で発信している方々たくさんいらっしゃいますのでその FM 小ザや沖キラジさんでね 何か沖縄戦に関する情報を発したあの番組だったり別に沖縄戦に関する活性化とかではなくても普通の,あのエンターテインメントのおしゃべりとかでも聞いて楽しい番組とかねエンターテインメントの番組も楽しいのありますのでそれを CD に焼いて CD に焼いて図書館で保存しますとそれはどうでしょうかと CD に焼いて保存しますこれはなぜ質問するかというとやっぱり CD を焼く代金もやっぱりね番組毎週やるので CD を焼く代金も 膨大になるので、ね、でもそんなの、えー、と YouTube で見ればいいじゃないかという反論もあるかと思うんですけども YouTube で見ればいいじゃないかという反論もあると思うんですけどもやっぱり YouTube はない環境の方にも聞いていただくために YouTube がない環境の方にも聞いていただくために CD に焼いて過去のアーカイブを CD に焼いてねえー、とやることで沖縄市の全市民が聞くことができるということで焼いてこの CD を焼く予算を えっとつけてくれないかと市長にお願いするんですけども、僕の場合はなんですけども、はいあのとある議員さんはですねこんな質問をしていました。とある議員さんはこんな質問をしていました。市長に対してとある議員さんはこんなことを言ってましたよ。言いますね。市長〇〇市の図書館の本の数は何冊ですか。はいそれそれだけはいそれだけを聞いた議員さんもいたんですね。それだけ聞いて あの質問終わりの人がいたんですねあの議会の場でね本の図書館の冊数だけ聞いてであの市,長では市長に代わって図書館長がお答えしますって言って図書,館が図書館長が何冊ですって答えた後に「はいありがとうございます以上です」ということで質問が終わった議員さんもいたのでこのようにあのこの世のえっと議事録もたくさんあのね残ってますのでねこういった。 えー、こんな質問だけで仕事を議員さん仕事をしてると言えるのかという発言もたくさんあるのでそしてですね他にあそしてラジオネームむっちゃんさんからも役所の担当に聞けば終わる質問ですねとコメント頂きましたそうなんですよねこんなのそうそうそう役所の担当とかその図書館の人とかに聞けば終わるような質問をあの議会の場でね実際にする人がいるんですね本当にいるのでちゃんと議事録に残っているのであのどこの市町村かはちょっと。 ね、あの名義のために言わないでおきますけどもね、他にこういったこういった質問を質問というかですね、えー、と,とある市長がですねとある市長がひどいこ,この市長大丈夫やみと思った発言をした人がいたんですね、えー、というのも大体市長はやっぱり野党からはすごい,あの、えー、となんてい追及されているんですけども市長何何何々 市長は何々公約に言っておきながら、何々やってないけど公約破りではないですかとか、そうそう、普通市長は公約破りではないですかって質問されたとき、本当に公約にないことをやってないんだ、破ってるんだったら、普通の市長の言い訳としては、普通こういった場合の言い訳の、えっと、よくある言い訳は、えっと、確かに私、4年前は公約に言いましたけども、やっぱり世の中は、 社会情勢が変わるにつれてね政策も変わってきますので変わったんですって普通は答えるんですね、普通の市長だと確かに4年前はそのような公約を言いましたけども確かにその公約を達成はしてないですけども社会情勢が変わったので達成してないです、すみませんって普通は答えるんですけどもとある沖縄のとある市町村の市長はですね、普通はそういうのにこういうことで返答をしている議事録があったんですね。とある市長の とある市長の返答はこんな返答でしたその公約は私の講演会が作成した公約であるので私の公約ではない私の講演会が作成した政策であるということは私に守る必要はないという発言をしているんですねそうそうさすがにこのさすがにこの 発言が記録に残っているのでびっくりしたんですけども、ね、とある沖縄県のとある市長がです、ね、そうそう私の講演会が勝手に政策に書いたものだから、ね、私は守る必要はない私は破っていないと講演会が勝手に書いたんだとさすがにこれは、ね、あの <laughs> 講演会に対しても失礼だし、ね、いろいろとこれ大丈夫やめにと思ったんですけどこの市長ね、この市長ね,どこかね、えー、とラジオネームむっちゃんさんから。 えどこかな気になるとあるんですけどもねどこかなね沖縄のどこかの市町村ですよちょっとどこかはねちょっと名誉のためにちょっとねあの伏せておくんですけどもね、えー、とりあえず南部島だけ言っておきますね南部島だけ南部のとあるよね。というわけでねえー、っと「あラジオネームルドロフさんからネットで調べれば出てきそうですね」とあるんですけどもそうえー、っと そうでも難しいんですよ、議会の議事録ね、ちょっと検索がちょっとね、議事録がたくさんのキーワードがありすぎるので、ちょっとね、あの難しいんですけど、キーワードま、まあまあまあ、そんな感じでね、そんな感じでね、えー、っと、えーっ,と今日えー、っと、はえっとこんな感じで、あの皆様の各市町村の議会の議事録を見ることでねあのえもちろん、すごい活躍している議員さんたちもいらっしゃいますので、ね。 えっとねすごい活躍されてる方もいらっしゃいますのでねあ,のねあくまで一部の議員さんがこういった発言をする人もいるので皆様ねちょっと見てみるのもねちづくりとしていいですよということでねでちょっとここで一息つきましてちょっと1曲流しましょうねここで1曲ですねあの僕ビーズが大好きなのでビーズ流しますね「ビーズの爽やかな曲を流すよ」。ビーズの爽やかな曲といえば みんなあの曲だよ。えー、というわけで、えー、っと一曲ここで一曲お聴きください。えー、B’z で、えー「恋心」どうぞ。「あの町、この町、おのおの小町」「町づくりラジオ」。 時刻は午後七時になりました。まちづくりラジオの時間でございます。喋、えー、り手は私、荒垣と申します、はいあの。音楽はビーズが大好きなので、えー、bgm に太陽の小町エンジェルが流れておりますよ。ね僕はビーズが大好きですよ。皆さんはどんな曲が好きでございますか？ね、あの先ほどあの夕方六時からラジオをやっていた。 バーブローの中里さんもビーズがね大好きなのでねこの前ビーズの話でね盛り上がったんですけどもね皆さんどんな曲が好きかなーねバーブローねあのお店がリニューアル来週リニューアルオープンするということでね天井も高くなるというお話をしてたのでね楽しみですね皆さん天井もかくななって開放,感開放感があるような空間でね。 ね、楽しそうですね,ね皆さんはどんなねどんな3月でございますかね,ねえー、っと、えー、早速あのーね、リスナーからコメント頂い,いております、えー、ラジオネーム沖縄もんちっちさんからコメントで「えー、こんばんちゃんお久しぶりさーん」ってコメント頂きましたね「沖縄もんちっちさん沖縄もんちちさん,ん,ちちさんこんばんは!ね」ねお久しぶりですねね。 ね、モンチッチさんお久しぶり、ね、そして、えー、とラジオネームルドロフさんからコメントで「はいさいこんばんはです」「アレカッキーさんエンソさん今日もよろしくです」とコメントいただきまして、ね、ルドロフさん,ん、ねえー、さんから「サクサクさんがゲストですか?」とあるんですけどもサクサクさんは今日はゲストではないんですけどもサクサクさんは今日はねあのえっ、ー、と SPC さんの ライブがあるとということで今日は HSBC さんのライブにサキサキさんはあのチャーターの方に行ってるようなのでねサキサキさんはゲストではないので僕一人でちょっとお話していくんですけどもねというわけでね、えー、のこの番組は「まちづくりラジオ」と申しましてさまざまな市町村の話題をお届けする番組ではあるんですけども、えー、と今日のまちの話題はちょっとあのお堅いお話で今日はあの市議会市議会ですねあのあの皆様の、えー、と有権者の皆様の皆様のお話をお 投票で選ばれた議員さんたちがあの、えー、っと会議をする市議会。今日は市議会のことについてちょっとお話しするのでちょっとお堅い話になる,なるんですけどもねちょっとお堅い話ですね。ね僕のチン,チンもお,お堅いんですけどもね,ねあの今ちょっと下ネタを挟みましたけどもね、えー、下ネタはダメよ、ね。というわけでねこの番組は「づくりラジオ」と申しまして皆様のね えとご意見やご,ご感想や、えー、と今言った下ネタの苦情など下ネタの苦情などの、えーっとね、メールの宛先はですね、えー、メールの宛先は7 6 1 f m k o s a j p 7 6 1 f m k o z a j p、はいえー、お送りした曲は「ビーズで。 恋心でございましたよ、ね、僕はビーズが大好きなのでね、えー、この前あの、えー、バーブローの中里さんのお店に行った時もねあの僕が入った時、ね、ちょっとあの早い時間に行ったのでこの前一回行った時早い時間に行って貸し切り状態でだった時が一回あったのでその時あのビーズの曲を大音量で流してもらいましたがねまたお店でねバーのお店でビーズ聴いて楽しかったんですけどもね。 ね、そんな感じで今日の街の話題はあの、えー、議会の議事録についてお話ししましたけども、えー、ここでラジオネームむっちゃんさんからコメントで、えー、今年は選挙が多いの選挙は確か沖縄市長選挙だったりいろいろ多いですからね,ね沖縄市長選挙。 い、ねね、いろいろ見極め必要ですねそしてラジオネーム、ルードロスさんから、えー、っ荒垣さんも政治家様になるんですかとコメントいただいているんですけども僕は、うんね、僕はエロいので、ね、僕はエロいから政治家もしなったとしたらすぐゲス不倫ですぐあの辞職になってしまうのでなれないですね、僕は政治家になったらすぐゲス不倫でなってしまうのでね。<laughs> ちちー それは冗談んですけどもね冗談なんですけどもというわけで「まちづくりラジオね」ねお届けしましたんですけどもね皆様ねあの来,週は来週はサクサクさんと一緒に、ね、あのポップなも街の話題で来週はサクサクさんと一緒にバスツアー、ね、サ,クサ,サクサクさんと一緒に沖縄県内のバスツアーをあの僕の考えたプラインや サクサクさんが考えたプランでバスツアーの商品を考えてみようという番組を来週は待ち続けラジオでしたいと思いますのでね例えば僕だったらね1日でカフェ5店を回る1日で僕カフェ行くの好きなのでね,ねラジオにはむっちゃんも前ねカフェ行ったことあるって言ってましたけどねカフェ1日で5店回るバスツアーとかねそういったのを来週お話ししたいと思いますよ。また来週、ね